リチャード・ネビル、第16代ウォーリック博。リチャード・ネビル、リチャード・ネビル、1428年11月22日から1471年4月14日は、第16代ウォーリック博、在位、1449年から1471年、第6代ソールズベリー博、在位、1460年から1471年、第5代ソールズベリー博、 リチャード・ネビルとアリス・モンタキュートの長男で、イングランドの有力諸侯。第五代ソールズベリー博の子として、ウォリック博は、当時のイングランドにおいて、最も豊かで強大な貴族であった。バラ戦争の主要人物の一人であり、二人のイングランド王の大位に関与したため、後に、キングメーカーのあだ名で呼ばれることとなる。結婚と相続の恩恵を受けて、 ウォリックは1450年代にイングランド政界の中枢に躍り出る。元来はヘンリー六世を支持していたが、サマセット公エドムンド・ボーフォートとの領土紛争のため、国王と対立するヨク公リチャード、おば、セシリー・ネビルの夫と協力関係を持つようになる。この紛争によりウォリックは戦略的に価値のある官職である、カレー司令官の地位を手にする。このことは、その後、 彼を大いに利することになる。サマセット公との紛争は後に全面的な内乱へと発展し、ヨーク公とオリックの父ソールズベリー博は戦死する。しかし、ヨーク公の子で、オリックの重帝にあたるマーチ博エドワードは、オリックの支援を得て勝利を収め、エドワード4世として即位する。エドワード4世は当初は、オリックの補佐を受けて統治していたが、両者は、 外交政策とエドワード4世の結婚をめぐって対立するようになる。エドワード4世の弟クラレンスコジョージを即位させる陰謀が失敗した後、ボリックはヘンリー6世を復位させる。しかしこの勝利はつかの間のものであり、1471年のバーネットの戦いでボリックはエドワード4世に敗死する。ボリックには男子はなかった。 年長の二人の娘のうちイザベルはクラレンスコジョージと結婚し、アンはヘンリー六世の王太子エドワードとの短い結婚の後、あとエドワード四世とクラレンスコの弟で後にリチャード三世となるグロスター公リチャードと結婚した。ウォリックの歴史的遺産は大いに議論の的になってきた。歴史的見解は、ウォリックを自己中心的で軽率な人物と見るか、 恩知らずの国王の気まぐれの犠牲者と見るかで常に揺れてきた。しかし当時、ゴリックは社会のすべての層から人気を勝ち得ており、政治的支援を得るため大衆にアピールするのにかけていたというのが一般的な見方である。ネビル家はスコットランド人との戦争によって14世紀に台頭したダラム地方の一族である。1397年に、 ウォリック博の祖父ラルフ・ネビルは、ウエストモーランド博に除された。ラルフの子で、後のウォリック博の父、リチャード・ネビルは二度目の結婚によって生まれた年少の息子であり、伯爵寮の後継者ではなかった。しかし彼は、第四代ソールズベリー博、トマス・モンタキューとの一人娘で、女後継人であるアリスとの結婚によって、ソールズベリー博位を手にした。 このソールズベリー博とアディスの息子で、父と同盟である後のウォリック博、リチャード・ネビルは1428年11月22日に生まれたが、幼少期についてはほとんど分かっていない。リチャードは6歳の時に、第13代ウォリック博、リチャード・ド・ビーチャムとその妻イザベル・デス・ペンサーの娘と婚約した。これによってリチャードは、ソールズベリー領だけでなく、モンター・家、 ビーチャーム家とデスペンサー家の遺産のかなりの部分を継承する立場となった。しかし彼はさらに幸運に恵まれる。1446年、ビーチャームの息子でリチャードの姉と結婚していたが亡くなった。そのヘンリーの娘であるも1449年に亡くなったため、リチャードは妻の権利によりボリック迫をも得ることになったのである。だが、 リチャードの領地継承には疑問が差し挟まれた。継承に関する長引く争いは特に第二代サマセット公エドムンド・ボーフォートとの間に起こった。サマセット公はリチャード・ドビーチャムが初めの結婚によって儲けた娘と結婚していた。リチャード・ドビーチャムはエリザベス・バークレーと結婚し、その間には三人の娘が生まれていた。サマセット公はそのうちの一人、エレノアと結婚していた。 紛争は、ボリック白衣に対してではなく、領地に対するものであった。ヘンリーの腹違いの姉たちは継承権から排除されていたためである。1445年までにリチャードは騎士に除任されている。おそらくは、その年4月22日のマーガレット王妃の戴冠式においてである。1449年までには、ヘンリー6世に使い始めているようである。 彼は父と共に北方での軍役に従事し、1448年から1449年までのスコットランドとの戦争に参加した。1452年にヨーク公リチャードが国王に対し反旗を翻し、不守備に終わった時には、ボリックと父は国王の側に派生参じている。1453年6月、サマセット公に対して、 グラモーガンの領主権の貢献人たる権利が与えられた。これはこの時までオリックが有していたデスペンサー家からの遺産の一部であった。両者の間には公然の対立が勃発した。同年の夏、国王は病に伏した。サマセット公は国王と王妃の長身であり、国王の健康状態が悪化していたために事実上、完全に政府を支配していた。これは、 サマセット公と紛争を抱えるオリックにとっては不利なものであり、ヨーク公との協力関係に向かわせることになった。フランスにおける軍事的敗北を受けた政治情勢はサマセット公には逆風となりつつあった。1454年3月27日、王室古文館の一団がヨーク公を五国教プロテクター・オブ・ザ・レルムに指名した。ヨーク公はオリックだけでなく、 北方でパーシー家と対立を深めていたソールズベリー博の支援も頼れるようになっていた。ヨーク公の五国教としての初めての任期は長くは続かなかった。1455年の初め、国王は権力の座、少なくとも正規を取り戻した。これによってサマセット公は再び真の権力者の座に返り咲いた。ウォリックは ヨーク港とソールズベリー博同様に領地に戻り、三者とも軍の召集を開始した。ロンドンへの進軍途中、戦闘オルバンズで彼らは国王と遭遇し、両軍は戦闘を開始した第一次戦闘オルバンズの戦い。戦闘は短時間のものであり、特に熾烈なものではなかった。しかし、これがバラ戦争の名で知られる紛争において、 ヨーク・ラン・カスター・両家の武装化された敵意が衝突した最初だった。また、この戦いは国王が囚われ、サマセット公が戦死したという点においても重要なものであった。ヨーク公の五国教としての二期目は、一期目よりさらに短いものであった。1456年2月の議会で国王、この頃には王妃マーガレットの影響下にあったは、申請を再開した。 この時までにオーリックは、ヨーク校の主要な同盟者としての地位を、ソールズベリー博から引き継ぎ、ヨーク校を報復から守るため、この議会に出頭し際した。この対立は、オーリックの経歴においても、転換点となった。というのも、対立の結果として、彼がハレー総督に任命されたためである。このポストはその後続く争いにおける力の基盤を、もたらした。 1347年からイングランドの支配下にあった大陸の町カレーは戦略的に極めて重要であるのみならずイングランド最大の常備軍を要していた。当初守備隊やステープルとして知られる独占用剛業者との間に支払いの延滞をめぐる争いが起こったが7月にはボリックはこの人についた。一連の事件の後マーガレット王妃はなおも ボリックを王権に対する脅威とみなし、彼に対する供給を削減した。しかし1457年8月のフランスのサンドイッチ高攻撃がフランス軍による全面侵略の恐怖を引き起こした。ボリックは再び守備隊の維持とイングランド沿岸警備のための資金を供給された。王室の権威を無視し、ボリックは1458年5月には、 カスティーリア王国艦隊に対して数週間後にはハンザ同盟艦隊に対して海賊行為を働き非常なる成功を収めた。また大陸においてはフランスオシャルル7世やブルゴーニュ皇フィリップ3世全領皇との関係構築に時間を費やした。確固とした軍事的名声と良好な国際関係を築き守備隊の一部をイングランドに帰還させ、 1459年夏、ボリックは父及びヨーク港と対面した。1459年9月、ボリックはブロアヒースの戦いで、ランカスター家を破って間もないソウルズベリー博及びヨーク港と合流するため、イングランドへ渡航し、ラドローを目指し北上した。ラドフォードブリッジの近くで彼らの軍は、ランカスター軍に打ちかされた。これは、 アンドリュート・トロロップの指揮下にあった、ボリックのカレー派遣部隊が敗北したことに一因がある。これが明らかになった時、兵士の大部分は王に武器を向けることに気乗りしなかったのである。国外に逃亡することを余儀なくされた、ヨーク公はダブリンに向かい、ボリックとソールズベリー博は、ヨーク公の息子マーチ博、エドワード、後のエドワード4世と共にカレーへ落ち延びた。 ボリックに代わってサマセット校ヘンリー・ボーフォートがカレー総督に任命されたが、ヨーク側はなんとかこの要塞を維持した。1460年3月、ボリックは今後の計画について協議するためアイルランドのヨーク港を訪ね、その後カレーに戻った。6月26日、彼はソールズベリー博、マーチ博と共にサンドウィッチに上陸し、ロンドンへ向け行軍した。 ソールズベリー博は、ロンドン島の統制を任され、ボリックは、マーチ博を伴って、国王の追跡を行った。7月10日、ノーサンプトンにおいて国王は囚われ、バッキンガム公その他は戦死した。9月になり、ヨーク公はアイルランドから帰還した。そしてこの年の10月議会において、ヨーク公は、玉座の前まで歩み出て、手で触れるという虚に出た。三脱を示す。 この振る舞いは議会の出席者に対し衝撃を与えた。ウォリックがこの洋区公の計画を事前に知っていたかは、はっきりしないが、前年3月にアイルランドにおいて両者の間に合意があったことは推測される。しかし間もなく、この政権転覆が議会の貴族たちにとって受け入れがたいものであることが明確になり、妥協案が合意された。 1460年10月30日に成立した五王位例、アクト・オブア・コードは、ヘンリー六世がその島で大いにとどまることを認めるが、その息子、エドワードの王位継承権は認められない。代わりに、ヨーク公が王いを継承し、それまで、ヨーク公は、摂政の任に当たるというものであった。この妥協案は、双方にとって満足いくものではなく、 さらなる紛争は避けがたいものであった。12月30日のウェイクフィールドの戦いで、ヨーク公とソールズベリー博は、ヨーク公の次男ラットランド博エドムンド、ボリックの弟トマスと共に戦死した。ボリックは北方に抗軍したが、第二次戦闘オルバンズの戦いで敗北し、逃亡を余儀なくされた。その後ボリックは、ヨーク側の新たな王位請求者となったエドワード。 モーティマーズ・クロスの戦いで重要な勝利を収めたばかりであったの君と合流した。マーガレット王妃が次の行動を躊躇している間に、ウォリックとエドワードは、ロンドンに急行した。ロンドン市民は、ランカスター軍の粗暴な振る舞いに恐れを呪ののいており、ヨーク化側に同情的であった。3月4日、エドワードは速やかに召集された議会においてエドワード4世を、戦した。彼は、 国王の座を格好たるものとするため軍を北方に進め、ヨークシャーのタウトンでランカスター軍と衝突した。ウォリックはその前のフェリブリジの戦いで足を負傷していたため、このタウトンの戦いでは大した役割は果たせなかった。このイングランド史上稀な血なまでなちぐさい戦いは、ヨーク側の干渉に終わり、ランカスター法の重要人物、ノーサンバランド博ヘンリー・パーシー。 アンドルート・トロロップといった人々が戦死した。マーガレット王妃は、ヘンリー六世やエドワード王大使と共につらくも、スコットランドへ落ちていった。エドワードは、大冠式のために、ロンドンへ帰還し、ウォリックは、北方の鎮定のためとどまった。エドワード四世即位後のウォリックの立場は、それまでになく強固なものであった。彼は、父親の財産を相続し、 1462年には、母親の所領とソールズベリー博の称号を継承した。所領から年7000ポンドを超える収入があったが、これは国王を除けば、イングランドのどの貴族よりも、はるかに大きいものであった。エドワード4世は、ボリックの華麗総督としての地位を承認し、他のいくつかの官職と共に、イングランド海軍総司令官及び、ランカスター公領執事長に任命した。 ネビル家の兄弟たちも恩恵を受けている。モンター・ギュ教ン・ネビルは1463年にイーストマーチの長官に任じられ、翌年ロオサンバランド博に除された。エクスター司教、ジョージ・ネビルは大法官としての地位を承認され、1465年にはヨーク大司教に昇格された。1461年後半までに北方での法規は鎮圧され、 1462年夏には、ボリックは、スコットランドとの和平交渉を行った。同年10月、マーガレット王妃はフランスから兵を入れて、イングランドに侵攻し、アニック城とバンバラ城を占拠した。ボリックは、領城の最奪還の手はずを整えなければならなく、なったが、これは1463年1月までには、達成された。ラルフ・パーシーを含む、 反乱の指導者たちは赦免され、そのまま奪還された城の守備を任された。この時点でオリックは南に移っても十分に安全であると確信し、2月には父親と兄弟の遺体をバイシャム修道院に埋葬した。3月にはウェストミンスターの議会に出席した。しかし同年春、北方で再び反乱が起こった。ラルフ・パーシーガのラム城を包囲したのである。 ボリックは北方に戻ってのラム城を救援したが、ランカスター方は農産バランドを占領したままであり、政府は外交的手段に切り替えるよう決めた。スコットランド及びフランスと個別に和平交渉が行われ、これによりボリックは反乱軍に占拠されていた農産バランドの諸城を奪還することができた。今度は慈悲が与えられることはなく、 約30名の反乱の首謀者が処刑された。フランスとの交渉においてウォリックは、エドワード国王が、フランス王室との婚姻に関心を持っていると、ほのめかした。一中の相手は、ルイ11世の王妃、シャルロットの妹で、サボヤコルドビーコの娘のボノであるとされた。しかしこの演談は実現しなかった。 1464年9月、エドワードがすでにエリザベスウッドビルと結婚したことを公表したからである。この結婚は、ボリックにとって大変な侮辱であった。彼の進めていた計画が妨害されたためだけでなく、国王が秘密にことを進めていたためである。同年5月1日に婚約が成立していた、この結婚は、顧問会議において、ボリックがフランスとの縁談を国王に進めるまで、 公にされなかった。その間にオーリックは国王が縁談に真剣であると結果的にフランスを欺いてしまうことになった。エドワードにとっては恋愛結婚であったろうが、結局彼はウッドビルケをオーリックから独立した検問にしようとした。この出来事は両者の関係にとって決定だとはならなかったが、この時を境にオーリックは次第に宮廷から遠ざかるようになっていった。 ウォリックの弟ジョージがヨーク大司教に昇進したことは、なおもウォーリックが王の長身であったことを示している。1465年7月、ヘンリー六世が再び囚われのみとなった時、落白した元国王をロンドン島へ連行したのはウォリックであった。1466年春、ウォリックはフランス及びブルゴーニュ公国との交渉のため、再び大陸に派遣された。 交渉は、エドワードの妹マーガレットの婚姻に関する提案を中心に行われた。ウォリックは、次第に、フランスの外交筋に好意を持つようになっていた。その間、エドワードの岐阜で、オークラ卿に任命された、リバーアッツハク・リチャードウッドビルは同盟者である、ブルゴーニュガー寄りとなっていた。このことは、イングランド宮廷内での紛争を引き起こした。この紛争は、10月に、 エドワードがブルゴーニュ公国との秘密条約に署名し、一方で、ボリックがフランスと偽りの交渉を継続することを強いられたという事実を持っても緩和されることはなかった。その後、ジョージ・ネビルは大法官を罷免され、一方でエドワードは、ボリックの長女イザベルとエドワードの弟クラレンス公、ジョージとの縁談を考慮することを拒否した。こうして、宮廷の支配者としての地位が、 リバース博にとって変わられていることが次第に明らかになっていった。1467年秋、ボリックがランカスター方に共鳴しているとの噂が流れた。ボリックは関門のために宮廷に出頭することは拒絶したが、書面にてこの噂を否定し、国王はこの書状を受け入れた。同年7月、ボリックの華麗総督の地位を代行するウェンロック卿が ランカスター法の陰謀に関与していることが明るみに出た。また1469年初めにはオックスフォードハクジョン・ド・ビアーが関与する別のランカスターの陰謀が明らかになった。これらの事件によってエドワードの知性への不満が広がっていることとウォリックの付け込む隙があることが次第に明らかになっていった。ウォリックは彼の不在中リデスデールのロビンに率いられた ヨークシャーの反乱に共鳴した。ウォリックの計画は、エドワードの弟クラレンスコー・ジョージを玉座につけることを前提に知人に取り込むことであった。19歳のクラレンスコーは、兄のような才能の持ち主であることを示してはいたが、嫉妬深く、野心が勝ちすぎていた。7月、二人は華麗に渡り、そこで、クラレンスコーは、イザベルと結婚した。彼らはイングランドへ戻り、 北方の反乱に加わるため、ケントで兵を徴収した。その間、国王軍は、エッジコートで敗北し、ペンブルック博、ウィリアム・ハーバートは殺された。その他の指揮官、デボン博、ハンフリー・スタフォードは、捕らわれ、群衆の隣地にあった。その後、リバース博とその息子ジョンも逮捕され処刑された。軍が打ちまかされ、国王は大司教ネビルによって逮捕された。国王は、 ウォリック城に軟禁され、8月には北方のミドルハム城に移された。しかし、結局国王なしに統治することは不可能であることが分かり、1469年9月、正常不安からウォリックは国王を釈放することを余儀なくされた。数ヶ月間、国王とウォリックの間に暫定的な昇降状態がもたらされたが、ヘンリー・パーシーに農産バランド伯爵料を 回復させたことは完全な和解の目を摘んでしまった。リンカーンシャーでの相乗のため国王が北方に向かった時罠が仕掛けられ国王はウォリックの手のものに襲撃されていたかもしれない。しかしこの陰謀はウェリース卿がルーズコートフィールドの戦いで敗北し計画を漏らしたために国王の知るところとなった。ウォリック浜もなく計画を諦め クラレンスコーと共に再度国外へ逃げようとした。しかし、華麗に入ることを拒否され、フランスのルイ十一世の被護を求めた。ルイは、ウォリックとマーガレット王妃との和解を調停し、協定の一部として、マーガレットとヘンリー六世の息子エドワードとウォリックの娘アンとの結婚が決められた。この同盟の目的は、ヘンリー六世を福井させることであった。再びウォリックは、 北方での反乱を仕組み、国王を排除すべく彼とクラレンスは9月13日、ダートマスとプリーマスに上陸した。ウォリックの側に殺到した多くの者の中に、弟のモンターギュコがいた。彼は、先の反乱には参加していなかったが、農産バランド伯爵領の回復の件で王への、忠誠が報われなかったことに失望していた。今回は国王への罠は有効であった。 国王が南へと急いだとき、モンター級皇の軍が北から接近したのである。国王は自らが包囲されていることを悟った。10月2日、エドワードはネーデルランドへ落ち延びた。ヘンリー元国王が帰り咲き、ボリックは側近としての異をもって真の統治者として振る舞った。11月の議会でエドワードは領地と称号を剥奪され、クラレンスは ヨーク公爵料を与えられた。しかしこの時、対外関係が割って入った。フランス王イ十一世が、ウルゴーニュ公国に宣戦布告し、シャルルゴータン公は王位を奪還するのに必要な遠征軍をエドワードに与えた。三月十四日、エドワードは、ノーサンバランド博の同意を得て、ヨークシャーのレイブンスパーンに上陸した。ウォリックは、マーガレット王妃とその息子、エドワードを待っていた。 彼らはフランスから援軍を連れてくるはずだったが、悪天候のため大陸に足止めされていた。この時点でエドワードは弟、クラレンスの支援を受けていた。彼は新たにランカスター方に組みしたことで不利な立場に置かれていることに気づいていた。クラレンスの離脱はウォリックの力を削いだが、彼は未だにエドワードを追っていた。4月14日、両軍はバーネットで衝突した。 霧と、視界不良のため戦場は、混乱に陥り、ランカスター兵は、同士討ちを始めた。敗戦を目の当たりにし、ボリックは、戦場からの逃走を試みたが、馬から落とされ、撃ち取られた。ボリックの遺体は、同じく、バーネットで戦死した弟モンター牛校と共に、彼らがまだ生きているとの噂を打ち消すため、ロンドンのセントポール大聖堂にさらされた。 彼らの遺体は、ジョージ・ネビル大司教に引き渡され、そのネブルバイシャム修道院に埋葬された。同年5月4日、エドワード国王は、マーガレット・オブ・アンジューとその子エドワードが率いる、ランカスターの残党をトゥークスベリーの戦いで打ち破り、エドワード全王大使を殺害した。その後まもなく、ヘンリー6世が、ロンドン島で死亡したことが報告された。ランカスターの王党、 ネダヤシ、エドワードは1483年のその島で、心安く統治することができた。ウォリックの感触は、国王の弟たち、クラレンスコート後に、リチャード3世となる、グロスター公の間で分けられた。式部教と、アイルランド総督はクラレンスが、イングランド海軍総司令官とウェストマーチの長官は、リチャードが引き継いだ。クラレンスはさらに、ウォリック、 ソールズベリーの両白釈領も引き継いだ。ボリックの所領は没収され、王の直轄下に置かれていた。1472年、グロスター公がボリックの年少の娘で、エドワード王太子の死により、未亡人となっていたアンと結婚した時、両王帝の間で、ビーチャム家、デスペンサー家の遺産をめぐって、争いが起こった。最終的に朝廷によって領地は分割されたが、 クラレンスは不満であった。1477年、クラレンスは再びヤニオウに陰謀を仕掛けた。今度はエドワードは慈悲をかけず、クラレンスは翌年処刑された。生き残ったクラレンスの二人の子のうち、息子のエドワードは1499年に大逆罪で処刑され、この時の王はヘンリー7世、1541年、娘のマーガレットも同じ運命を迎えた。彼女は プランタジネット家最後の生き残りであったが、ヘンリー・パスセイの命で処刑された。モンター・ギュコーの息子ジョージは、ネビル家の男子相続人となったが、遺産を相続することなく1483年に亡くなった。ネビル家の遺産の多くは、王となったリチャードの元に返し、ネビル家は絶えた。リチャード・ネビルに関する初期の資料は二つに分けられる。一つは、 初期のヨーク派についての同情的な年代記、あるいはこれらに基づく王公の勘、1559年のような作品である。もう一つはエドワード4世の命で、ボリックの没落後に編纂された、エドワード4世期間史といった年代記であり、ボリックに対してはより否定的な立場を取っている。王公の勘は、ボリックを偉大な人物として描いており、人々に愛され、 王座に押し上げるのに手を貸した相手に裏切られたとしている。もう一方の見方は、シェイクスピアのヘンリー六世三部作に見られるものであり、自尊心と利己心にかられ、思うままに王位を操ったとするものである。しかし時と共に、後者の見方が優勢となった。18世紀から19世紀の啓蒙主義者あるいは、ホイックシアは、中央集権化された。 立憲君主制への発展を妨げた者、ちょうどボリックがエドワード4世との争いの中で、やったようには、いかなるものでも求断した。デイビッド・ヒュームは、ボリックを国王を威圧し、正常な民生を不能にした、大諸公たちの中で最も強大で、同時に最後の人物と称している。後世の作家たちは、ボリックの性格的特質を称賛するものと、 その政治上の振る舞いを非難するものとに分かれている。ロマン派の小説家、リットン教は、歴史小説、諸公たちの終焉の中で、ヒュームの主題に理解を示している。リットンは、騎士道を体現した悲劇的英雄として、ボリックを描いているが、それでも、やはり彼はもはや過去の遺物なのだった。19世紀後半の軍事史家、チャールズ・オーマンは、 ボリックの民衆の感情に訴えかける才能を認めているが、軍事機関としての欠陥も指摘している。オマンは、ボリックを教え子のエドワードが示したような軍事的天才の高みには至らなかった伝統的戦略家としている。1957年から刊行されたポール・ケンダルの有名な伝記は、ボリックに同情的な見解をとっているが、結局は、 自身の行き過ぎた野心の犠牲者となったのだと結論付けている。マイケル・ヒックスや A.J. ポラードといったより近年の歴史家たちは現代の理念に照らすより当時の基準でボリックを捉えようとしている。ボリックがエドワードから受けた侮辱、エドワードの秘密裏の結婚、フランスとの外交ルートの拒絶を含むは重大である。国事において重要な地位を求めたのは 偉大さに幻惑された結果というより、大陸の君主たちの間で、ボリックが享受していた高い地位によって認められたものであった。さらに、ボリックの主張は、当時の人々からは不当なものとはみなされていなかった。それは、1469年の1回目の判断時には国王をしのぐ人気があったことから見て、取れる。一方で、ボリックが、 国王からの仕打ちに容易に我慢ならなかったように、エドワードも政治の舞台でボリックが突出することは受け入れがたかったのである。ボリックが権力の座に留まろうとする限り、エドワードは国王の権威を十分に行使することはできず、結局争いが起こることは不可避だったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。